ということで言葉ですね。でこれちょっと具体的に言わないとわからないので日向家の例をあげます。すみません、大変です。すみません。はい。やり玉にあげます。で、ですね、言葉っていうのは英語だと words of affirmation って肯定的な言葉っていう言い方をします。例えば感謝の言葉、何々してくれてありがとう。私の旦那さんでいてくれてありがとう。いつも仕事ご苦労様とか、ね、いつもこれしてくれてありがとう、これは感謝の言葉ですね。で励ましの言葉、あなたがこうしてくれると嬉しいとか、あなたがこうであってくれることが嬉しいとか、そういう優しい言葉がけですね。そういったものがストライクゾーンというか、そういったものが愛の第一言語の方がいらっしゃいます。マーク・トウェインは一つの褒め言葉があれば2ヶ月は生きていけるということを思いましたですね。だからマーク・トウェインの愛の第一言語、トム・ソーヤーを書いたマーク・トウェインの愛の第一言語はおそらく、この言葉だったんじゃないかなっていうふうに想像しますね。そして2番目は時間、英語だとクオリティタイムって言ったりしますけど、質の高い時間ですね。あ、でごめんなさい、日向家の例を挙げると私1番なんです。だからなんかありがとうって言われると思って頑張っちゃおうと思うんですね。はい、だから大好きとか愛してるとか、そういう言葉が好きな人もそうですね。でそれは私はそういう感じです。だから私は夏江から付き合ってた時代にもらった手紙とかも大事に、五章を大事に。で夏江さんは多分私が差し上げたものなので、ご本人に後で聞いてみて。